格は、フォークリフトの免許と、あと第2種電気工事士も持っております。はい、なぜそれを取ろうと思ったの？自然の大雪です。はい、生活に役に立っている？役に立っていません。あなたの基本性格は基本的に大雑把でございます。アウトドア、オフ、インドア。インドアです。告白したことある？うん、それはないな。何回？ゼロ回です。告白されたことはないです。何回？ゼロ回です。はい、休みの日は何しているの？YouTube で動画作ったり、それを作るために出かけたりとかもしております。理由を教えて。YouTube で動画編集をするためです。花粉症体質？花粉症体質じゃないですね。ここ近年は昔は結構花粉症でした。流行っているなら似合わなくても気にしないと思います。はい、褒められたらどうする？褒められたら素直に喜ぶ。よく行く都市、浜松市です。理由は地元だから。旅行好き？旅行好きではございません。好きな漫画家？武論尊。好きな理由は？その生き様が好きです。英語を話せる？話せません。待ち合わせ場所は早めに行く？ちょうどに行く。早めに行きます。歌は上手い、下手くそです。カラオケは好きではありません。耳の掃除は月に何回する？月に1回です。お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。いや、以上でね、100の質問を終わらせました。いやー、僕のことをね、よくわかんないと思いますが、またこれからもやっていきたいかなとは思っておりますので、また動画の更新の方もしていきますので、またよろしくお願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録、お願いします。